はい、どうも、ダンです。ということで、本日もやってまいりました。V613 周目ということですね。本日のスタートは、こちら、肩トレからスタートです。大阪にあるアウンズジムにて行っております。こちらですね、ちょっと前鏡でやっているショルダープレスなんですけども、ショルダープレスといえば、肩の三角筋、フロント、全部を鍛えるトレーニングになると思いますが、私はですね、リアミドルあたりを狙って、不思議なフォームでやっております。まさに、どこ聞いてんねん のフォームになります。はい。こちらですね。僕がすごいリピートしてる種目になりますので、ぜひぜひ参考にしてほしいなというふうに思うんですけども、思った以上にきつくてですね、重い重量ができないということからですね、こちらゴートレでやると大体の人が機嫌が悪くなります。それだけ難しいので、ぜひ参考にしてみてください。でスカート 終わりましてですね。今、火曜日の夜なんですけども、まあ、食事は内容としては減量中やなっていう感じになってきましたね。カロリー自体はあんまり変わってないんですけど、MCT オイルっていうのが追加されたりとか、夜ご飯はサツマイモになったりとか、まあ、そういったところで少しずつちょっと変化は起きてます。 ま、これがどう体に出てくるかっていうのはわかんないですけど、あとはですね、足取りをしていないとやっぱり絞りにくいっていうのもあったんで、有酸素せずに行こうかなというふうに思ったんですけど、ちょっと有酸素を入れようかなというふうにも思っております。この3点、今週の変更点かなっていうのは思っています。まあ、食事自体は月曜日はですね、またオートミールから始まり、ご飯を食べて、そしてトレーニング前のご飯を食べて、また帰ってきたら、さつまいもと炒めた胸肉たちを食べる。これが、 日課ですね今日はですね、ちょっと、どこ聞いてんねんの撮影で、ワイズフィットネスに行っていたので、まあ朝ごはんは持って行った冷凍のサツマイモと、家出る前にプロテインを飲んだっていうのと、お昼にはホッケ定食を食べて、で、終わってから、羊羹とプロテイン飲んで、もう一本持ってるったらサツマイモを食べて、帰ってきてからウェハースを3枚食べて、で、サツマイモと胸肉の炒め物を今食べてるっていう感じになります。 まあ徐々に徐々に体自体は変わってきてるのと、よま夜の体重で今 76kg ぐらいにはなってるので、まあ体重はゆっくりと落ちてるっていうところは、まあ減量ちゃんとできてるなっていうふうにも思うので、ちょっと有酸素を追加するだけでまたガッと変わってくるんじゃないかなというふうに思ってますんで、もう一つ変更コンテンのは毎日腹筋をしているというところですね。ちゃんと腹筋をしてお腹周りの脂肪を落としましょうということで、お腹の周りの筋肉を動かそうという意識は今しています。 はい、ということで、この日は何を食べたかちょっと本当に覚えていないんですけども、プロテインから始まり、白米、そして豚ヒレ肉を使った炒め物を食べ、ウエハースを食べ、プロテイン、MCT オイルをとっています。そして夜ご飯にはですね、塩コショウ炒めの胸肉とさつまいもを食べて、この日は終了です。はい、ということで、ただいまのコンディションです。だいぶ、絞れてきてるんじゃないかなと、思います。 横はこんな感じですね背中背中が一番分かりやすいかもしれないですね力入れるとこんな感じですねポージング取ったらこんな感じになります徐々に徐々に絞れてはきてると思うんですけど今週からすごい加速させて今絞ろうかなっていうふうに思ってるんでこの12ヶ月めちゃくちゃ変わると思うんでぜひ期待してください 昨日は撮ってないんでね、喋っていきたいなというふうに思います。昨日はですね、朝ごはんに久しぶりにファミマの、あの、しらすご飯を食べたって感じですね。しらすご飯とプロテインを飲みました。で、YouTube ライブの乾杯でプロテイン、そしてトレーニング前の予定で飲んだプロテインがあったんですけど、昨日ちょっと体ちょっとだるかったんで、昨日はオフにしました。おかげさまで今日は元気です。お昼はですね、さつまいもと塩コショウで炒めた、また胸肉になります。で、ずっとストックしてた胸肉がなくなったんで、今日は買いに行こうかなというふうに思っています。 で、他にも、ま、いろいろと、はい、ウエハースを食べたり、ウエハースを食べたり、ウエハースがいっぱい家にあるんですね。早くこれを全部なくさないとなと思いながら消費していっております。はい、でもね、状態としてはすごくいいんじゃないかなと。で、ただここ、2日間連続で筋トレオフにしてるんで、今日のトレーニングがどんだけ反応するかっていうのも見ていきたいなっていうふうに思うんで、まあ、しっかりとまた今日の筋肉の反応を見て、今日は久しぶりにタンニングをしようと思っていますので、タンニングをして焼いていきたいと思います。 またまたですね、トレーニング取れたのはですね、肩トレということでですね、一番最初に肩トレやってたと思うんですけど、今回はこちらパワーハウス大阪でやっているこのチラのトレーニング、同じですね、リアミドルを狙った種目になっております。リアミドルを狙うこのプレスをやることによって、すごい肩の形っていうのが変わってきたなっていうふうに思いまして、まあ、周りから肩丸くなったよねってよく言われるんですね。この種目が僕は一番の要因じゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ皆さん肩を丸くしたい方は、 してやっていいいいたただきたいなとう,うに思いま,すまあやり方としてはしっかりと背中を丸めながら行うんですけども胸椎を丸めるような形で背中を丸めてかつ背中ごと丸めるのではなく腹筋には力を入れた状態で行いますこれまた難しいんですけどねこのフォームに入ると本当に上に押し上げるっていうことが難しいんですけど頑張って真似してほしいなというふうに思います大体いいですね僕はですねこうやってドロップを行っていきますので1セット 終わったらそのままドロップしてそのまま追い込むようにガン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 上げていきます最終的にはですねプレートをつけない状態で行うんですけどこのプレートをつけない状態で行ってもめちゃくちゃきついんですよ今ついてる重量見てわかると思うんですけどかわいいじゃないですかこれがめちゃくちゃ重く感じるんですよぜひぜひやってほしいですね真似して本当にこれはリピートしまくってますもう1種目目はこの種目から入らないと僕は肩トレのスイッチが入らないと言っても過言ではないぐらいこの種目をメインでやっております やはりねこの種目この状態から後ろに倒れたら押せるんですよ後ろに倒れると肩のフロントに入るんで後ろに倒れないような形を意識しながらやってもらうといいと思いますはいということで今から焼いていきますやっぱお腹周りの脂肪が一緒にいるのはなんかね骨周り肩周りはねだいぶ絞れてきてるなって思うんですけどお腹がねしつこい早くなくなってほしい えっと、今日はですね、朝起きて、なんかね、食欲全然出てこなかったんで、ウェハース2枚とプロテイン飲んだだけなんですけど。だから、カロリー足りへんやんってなって、お昼はいつも通り、あの、いちごの米と胸肉と家にある野菜のみで作ったちょっと炒め物で、ちょっと今日はコチュジャン入れて韓国風に炒めて食べました。トレーニング前にですね、プロテイン今回1.5杯分と、ウェハース5つと、羊羹。 を食べてトレーニングに行きました今日はですね、肩トレですね。一種目目だけ動画撮ってるんですけども、今日はですね、タンニングも入って、ちょっとずつね、色を焼いていこうかなというふうに思います。半分白人の色白い僕がですね、徐々に徐々に色黒くなっていくという中でですね、色を焼いていくとなぜかやっぱ絞れていく感覚があるんでね、ちょっと絞れていってほしいなという気持ちも込めながら、頑張って減量していきたいなというふうに思います。ちょっと今日からね、定期的にしっかりと愛犬の散歩もして有酸素を含めていきたいなというふうにも思っています。 めちゃめちゃ減量はしてるんですけども、まあ緩やかに減量してるっていうのもあって、ノンストレスでいけてますね。ちょっと引き続き頑張りたいと思います。はい、皆さん、肩トレ肩トレと同じ種目を2回紹介されて、うんざりしていたと思います。そんな中、ついにやってまいりました。本日、背中のトレーニングということでですね、僕の大好きな大円筋を狙う、ラットプルダウンになります。もうこの種目をね、やっぱ後に持ってくると全く入らないんですけど、この種目を1種目目に持ってくると、もう入りがすごい、 本当にすごい。もうね、この種目すごいリピートしてます。僕がね、ほらッ見ていただいたらわかるんですけど、フロントから見た後背筋に力こぼがあるでしょなんかポクンと膨らんだ気持ち悪いエラみたいなものがあると思うんですけど、ここはもう本当にこの種目で僕は育ててます。で、続いてですね、ラットプルダウンのマシーンでラットプルを行いました。徐々に背中絞れてきたんじゃないかなという形で、凹凸が見えてきていますね。 もうここから全力で加速してこの凹凸が本当に血管血走るような状態に持っていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、ここのジムの僕の一番好きな背中のマシンはこのラットプルのマシンですねこのマシンをやってると下背部クリスマスツリーを作るトレーニングもちゃんとできてるなと思いながら肩甲骨を内転させて厚みを意識したラットプルができてるんじゃないかなというふうに思っていますでですね僕の大好きなこちらのベントオーバーローの マシンですね。t バーローと言うんですかね。こちらの胸にシートがあるので、踏ん張らなくてもできるというね、ローイングのマシン。僕もう本当にこれはフリーウェイトって言っても過言ではないぐらい、やっぱり使い方がフリーウェイトなんで、本当にこの種目は大好きです。どうしてもベントオーバーローでハムストリングスが耐えれないっていう方はですね、このマシンを使ってやっていくことによって得意になるんじゃないかなと思いますので、ハムストリングスの関与がなく背中を鍛えられる素晴らしいトレーニングとなります。 ということで続いてやってるのがこれ一問、これもね、ラットプルのマシンになるんですけど、こちらをワンハンドで行っています。ワンハンドロー何でやろうかなっていうのを最近ずっとね、試行錯誤しているんですけども、このマシンでワンハンドローやったところすごい効いたので、ちょっとやっていますね、今。 やっぱ最高ですね。ワンハンドローイングはね、一番やっぱ背中使ってるわーっていう感覚があります。ただですね、こちら肩甲骨を活性させた状態で僕を行ってるんですけど、上げた状態、そして肩甲骨がしっかりと寄らないと、三頭筋あたりにね、しっかり力が入っちゃう状態になっちゃって、背中にあんまり入らなくなってしまうので、そのあたり気をつけてもらったらなっていうふうに思います。 はい、続いて、背中のラスト種目、シーテッドローですね。ラスト種目じゃないですね。僕この後にいつもプルオーバーをやるんですけども、もうこの種目はもう丁寧に丁寧にできる限り肩甲骨を内転させてゆっくり戻していく。ゆっくり戻していく。耐えれなくなってきてもできる限りストップするようなイメージはしながら、厚みを増せ分厚い体になってくれという気持ちを込めながらやっております。そのおかげでですね、少しずつ厚みが出てきたっていう風に言ってもらえるので自信はついてきています。 でですね、こちらです。僕の最終種目、プルオーバー大好きなんです。このプルオーバーをやることによって、ああ、今日一日の背中のトレーニング頑張ったなと。このプルオーバーの背中の感覚で、その日のトレーニングの質がわかります。めちゃくちゃきつい時はやっぱ背中痛いですし、なんか余裕やった時はこちらの種目、すごいなんか微妙な入りというか、めちゃくちゃ効くやん。でもなんか違うぞ。なんか物足りひん。この感覚になってしまうんですよね。 朝ごはんがあの、オートミール作るのめんどくさいなということで、さつまいもとプロテインとマルチビタミンを飲んでからトレーニングして、その後にスキヤでたマグロのたたき丼を食べました。帰ってからウエハースとコーヒーを飲んでプロテイン飲んで、で、夜ごはんにまたさつまいもと塩コショウで炒めた胸肉を食べたって感じですね。背中のトレーニング、初めてですかね、多分。フルメニューを紹介してますので、ぜひ確認してもらったらなというふうに思います。今からホラー映画見てきます。 はい、ということでですね、今、ウエハース食べてるんですけども、朝起きて、プロテインとウエハース、朝ごはん食べて。で、昼ごはんはですね、レバー使ったレバー丼食べて、映画を見に行く予定があったので、さつまいもとプロテイン。 で、食事をして、で、映画を見ながら、ドリンクを飲んだんです。3 0 0カロリー近く食べ、飲んでます。帰ってから、ポップコーン。あれ、ポップコーンですね。豆から作るとですね、すっごい優秀で、1 8 5キロカロリーぐらいかな。あの量で。だから、あれをえ、岩塩かけて食べました。で、あとは胸肉ですね。食事自体もめちゃくちゃいい感じです。で、本日は今、仕事しながら、このウエハースを食べております。で、このウエハースを食べ終わり次第、仕事を終わらせて、そのままトレーニングに行きたいと思います。